はいはい、おはようございます、永田です。さて本日のクロスブーストは流星号もといガンダムフラウロスの視点ということで、まあ、最近さ黒部も終わりということで、まあ、ちょっと昔話をひとつまみみたいな、まあ、そんなスタンスで動画を作ってるんですけど、まあ、今回も例に漏れず、まあ、ちょっとね昔の昔っつうか、まあ、このゲーム始まった、まあ、2年前くらいのお話をねしようかなって思ったりしてます。よろしくお願いします。というわけでこの機体、このゲームが始まってからね、まあ、なんならこいつはロケテにもいたな、あの新キャラのうちの1機で、だからあれよな、あの黒部始まって多分2本目にねフラウロスの視点を出したと思うんだけど、そん時ぶりに乗ってきたね、もう約2年越しの、まあ、フラウロスという感じでございます。で話戻して、まあ、この機体ロケテの頃から見てて、あの一つ思ってたことがあって、こいつ絶対環境機体になるなって確信に近いものがあったのね。やっぱロケテの頃からさ、特写のギャラクシーキャノンの当たり方が目につくんよね。いやーこれはさすがに強いやんみたいな。しかもリロード時間もそんなに長くないし、2000コストがねポンポンこれ打っていいのかな、他の射撃武装も揃ってるし、いやーこれはクロスブースト序盤の方は3000コストの隣はとりあえずフラウロスみたいな、まあ、そんなのになりそうだなーってのもね、まあ、そのロケテで見てもそうだし、で初日触ってみてもねそう思ったんだけど、蓋をパカッと開けてみれば、まあ、調整前のバンシーだったりドレノだったり、まあ、その他ねワンサカワンサカやばいキャラいて、まあ、なんなら解禁機体ジャスティスも強い、まあ、それも強いって判明するまで少し時間を要したけども、まあいろいろとこう環境が混沌になっていくにつれ、いつの間にかあまり注目されなくなったみたいな、まあ、そんな機体ですけど、まあ確かに周りの機体がね強すぎたってのもあるんだけど、まあこの機体、まあ、さっきも言った通り、まあ、本当に2年ぶりにね改めて触って分かったことが、攻撃方面の性能はね、まあ2000コスにしちゃしっかりしてるんよね。まあその特殊のギャラクシーキャノン中心にして、まああとは使いやすい射撃武装が揃ってて、もう攻め立てる状況だったら、まあ別にね弱いってことは決してないんだなーって思いながら使ってたんだけど、やっぱ追われる時だよね。そこがやっぱすごい弱いな、採用されなくなった理由なんじゃないかなって思うよね。まあ降りてくないところから始まって、だったらじゃあガキ武装はあるかって言われても、なんだろうな、特殊のギャラクシーキャノン撃った後の感想で少し動くか、まあ着地保護にグシオン出すかみたいな、まあそんなところで、まあプラス実弾ってところもね相まって、追われた時ね死ぬね本当に。あとこれは個人的なあれなんだけど、まあさっきね使いやすい射撃武装が揃ってるって言ったけど、もうちょっとねサブ車のレールガンの性能が高かったらまた違ってきたんじゃないかなって思うよね。あれが、まあ、似たような武装でいうとガンキャノン並みにねしっかりした武装だったらもっと違ってたような気がする。つってもフラウロスのハイブのやつはレールガンなんで、まあ、ガンキャノンのキャノンみたいに山なりの軌道は描いたりは、まあ、描いたりすることは不可能だったりするのかな、まあ、そこら辺のねミリタリーなことは知らないんですけど、まあ、まあ、とにかくサブがおもちゃすぎるなって思いました。丸、まあ、そんなもんだから、まあ、今回ねこの機体を取るにあたって、まあ、武装がすごい3000の光栄やりますみたいなそんな感じだから、まあ普通の抵抗真面目な光栄2000コスみたいな立ち回りでプレイしてたんだけど、まあ、さっきも言った通りね追われたら死ぬんですよ割とあっさり。やっぱ今の環境、殺しに行くときはもうドバッと殺しに来るみたいな、そんな機体がね、まあ、チラチラいるので、もう全然なんか勝てねえなみたいな、真面目にしっかりやってても途中で俺がかもられて負けるみたいな、まあ、どうすりゃいいんだよみたいなね半ば半切れ状態で、分かりました、じゃあ一周回って俺が爆弾して前特殊のギャラクシー当ててもうギャラクシーしますわみたいな、まあ、そうやって立ち回ったところ、まあ、そっちの方が勝率が良かったんで、まあ、今回ねそんな感じで取ってきました。このゲーム真面目にやるよりも、まあ、いくらか弾けてた方がね強いよみたいな、まあ、そんな期待が多いので、まあ、もしかしたらフラウロスもそのカテゴリーの期待だったのかもしれません、知らんけど、まあ、そんな感じで約2年越しのね、ガンダムフラウロス視点実況やっていきましょう。さあトールギスと壁際で疑似体ですかね、さすがに部が悪いのでちょっと後ろに下がりながらマシンガン牽制で撃ってたのが良くなかった、射角外に出ちゃって、まあ、ギスの位置的な問題もあるんだけども、それで変な隙を晒してしまってダメージをもらってしまった、さらにユニコーンに追われ、これは避けられないのか、マグナム2発かなり痛い感じ。さあギスのミサイルはなんとかステップで避けるが
ユニコーンが肉薄してくる。さあかなりあがくが、まあ、この覚醒はさすがにさばけないので 10% 補正つけて少しでも火ダメを少なくしておきたいところだが、余計なことをしてせっかくの縦補正を不意にしていく男、ちょっと時間かかりすぎた。まあ、これは前に出るしかないのでマシンガンからアサルトナイフ、さらに突角派生、この突角派生最後ギャラクシーキャノンで締めるの非常にオシャレで好き。さあそんな感じでシューティングバースト、まずは1回目ユニコーンに強気のタックルからの前格闘、さらにスーパーギャラクシーキャノンでかなりのダメージ、まあ、2000コスの根性補正も乗って、まあ、かなり減ったんじゃないですかね。さらに筋肉体とご一緒に突角派生もう1回おかわり。さあユニコーンがかなりミリになったので、まあ、そのまま攻め立てておきたいかなと思ったが、まあ、さすがにユニコーン NTD は管轄外、ここはまず一落ちですね。相方覚醒溜まっているが、まあ、さすがにちょいとしんどそう、少し助けに入りたい。さあギャラクシーキャノンを通るギスに当てて、まあ、あとはユニコーンでもギスでもいいといった感じですね。特殊射撃を刺していきたいところだが、さあここは覚醒が溜まってなかったのでギスのキャンサー引き先もらってしまって、寝てる時間はあまりないぞ。ここはシューティングバーストをもう一度発動して相方が覚醒を合わせてくれた。さあ特殊射撃の見せ所、ワンワンからの番犬ガオガオギャラクシーキャノンでトールギス落として終了です。これ見てると攻めていい時のフラウロスはね、さすがに圧ありますね。というわけでラストの対戦見ていきましょう。敵モビルスーツの編成がガイアガンダムと V2 ガンダム、まあ、早速ガンガン前に出てるが第1ウェーブは大失敗といったところでしょうか。さあオーバーヒートになってここで何かしら刺していきたいが、マルチプルランチャー食らってしまうがグシオン、そして相方のビームが V2 に当たってくれたと。さあそこから特殊射撃、さらにね前特射で押し付けていきたいなと思うが、さすがに V2 アサルトバスターは逃げたいような気がするが前に出たいような気もする、どうしようかなっていったところで、ここは照射ビーム食らってしまって、まあ、ギリギリ覚醒が溜まってるので、まあ、先落ちするんでね一回はちゃんと吐いておきたい。さあガイアゴリッと減る特殊射撃、そこから V2 にもワンパン入れたいところだが、これは射角外、そして覚醒技も打つが外れてしまうと、まあ、外れたところで原作再現なんで問題ないです。あとはこの根性補正をどれだけ活かせるかみたいなところがありますが、ここでギャラクシーキャノンが当たっていく。相方が落ちそうなところ、あ落ちそうなところで、まあこちらが死ねば覚醒もたまるので、まあ、最後っぺでギャラクシーキャノン片方を当てて落ちたことによって相方の死難所の覚醒がたまった、まあ、ここら辺の管理はね意外としてたりするんですが、相方がちょいとまずそう、援護できそうにもなかったので、ここはガイアガンダムもしくは V2 どっちに行くのか、まあ、かなり目移りしているが、後ろからガイアガンダムが来ると。さあここは V2 ガンダム闇討ちのギャラクシーキャノンしっかり当てていく。2発当たればちゃんと150減りますからね。150だぜ、すげえ高えと思わんか。もうここら辺のダメージもね、いやーこいつは絶対環境機だわーって思ったあれなんですが、さあ後ろ角から前角で拾う前に突角派生、かっけー、これマジでかっけーわ。さあそっからガイアガンダム残り耐久少ないので覚醒もあるので贅沢に攻めていきたい。さあギャラクシーキャノンがガイアガンダムに当たって終了だ。まあそっからねメインでキャンセルしてもう一回ギャラクシーみたいな、まあそんなギャラクシーもできたギャラクシーなんですが、その前にガイアガンダムがギャラクシーです。はい、というわけで本日は、フラウロスの視点でしたと。本当に2年ぶりに使ってきた、真面目にやってた時間は何だったんだってくらいね、爆弾やったらスッと視点が取れたんで、最初からそれやっときゃよかったわ。だって見た目すげえさ、3000の横で真面目に抵抗やりますよみたいな、そんな感じじゃん。時々ね前特写とかで押し付けみたいな、そんなことはない、最初から1から100まで前特写でガンガン言ってた方が勝率が良かったです。悲しいかな、このゲームまだまだ奥が深いですね。今回に限っては浅いのかもしらん。はい、そんな感じで、本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷にもご期待ください。